毎日キングコング。そうですね。スパンといきましょうか。鼻からいろんなものを入れてみようのコーナーの一環として。僕のそれで漏れたんですから、新平安だけの聞くはここで言い返したらまだ喧嘩なるから。今回は商品名は大丈夫ですか？ウィダーインゼリーあるじゃないですか。チューブに入ってるゼリー、あれを鼻から飲むっていう。もう飲めんの？何してんのそれ？こちらですね。いやだってさ。あれ俺鼻うがいとかしたことあるけど、それでも一体であれその容量です。でも水とかでもお前これやった後残るで、ゼリーはこれちょっとなやった後残るんです。残るんです。結局鼻うがいとかして洗わなあかん。そうなんですよ。絶対嫌や。むちゃくちゃ残るんですよ。いやいやいや、お前いけるの？ほら関係ないんですか？お特技見せに来たんでしょ。僕らが見てるだけでしょ。つかむ勢いだ。やりましょう。それはええわもう。やりましょう。一体俺だって支障きたすもん次から。あとやっぱ鼻炎が気になるし。ただそのうどんとかと同じで、あとこれのいいところは押せるんですよ。ああなるほどなるほど。これがある程度奥まで行って押せるんですよ。こっちをこうポンプ力があるから、これを利用してなのでこれでいけるということで。やったことあんの？やったことあります。あんねや。できた。はい。でこれももちろんオーディションに持ってきました。受けた？受けましたけど、当然そのやっぱスポンサーに怒られるわ。まあそれはそうやろ。スポンサーというかその会社から怒られるわ。なあ、テレビとかじゃできない。なんか食べ物を粗末にする的なこともあるんで無理ですって。見せてよ。それ以来なんですけど、ちょっとじゃあすごいなほんまに。これでもやりやすいんだよ。なんかそれ用のやつみたいな。病院とかでそれ用のやつみたいな。こういう点滴みたいな。そのこれも入れて押して、あと花本と一緒で。あ、俺もう絶対嫌や。絶対嫌やわ。俺もう嫌なんぞ。味はすんの？味はします。泣いてるやん味すんねや。そっから入れた時って美味しいです。お前何してきたんやお前何しに来たよ。お前何しに来た。美味しかった。美味しいです。見た目も分かりづらいし、うどんやったらこうやって出てさ、どういう遊びできるの？お前ただほんまに食うただけやん、ゼリー。あれこれは減ったかどうか分かんねえ。パッケージが透明じゃないから分かれへんわ。でも食べたわけね、鼻から。満足です。死に来てんこいつ。俺はもう絶対やらんと。何しに来てんの？なんだ。オーディションやもんねんな。違うよ。そんなお偉いさんも見てないから。やっと来たと思いました。わかりにくいな。これはベベちゃう？鼻芸の中で。これは見た目もわかんないですし、テレビでも使えないですし、めっちゃ苦しいです。